平野紫仕様のイラスト投稿に隠された真相頭部への匂わせ戦略がファンを魅了。今年の夏、元キングピンス以下、キンプリのメンバーである平野仕様のインスタグラムがファンの間で熱い議論を巻き起こしています。平野の投稿したイラストが彼自身ともう一人の元キンプリメンバーであるキシ太ータの合流を匂わせているのではないかという噂が広まっているのです。 5月、平野市要、神宮寺勇太、そして岸優太がグループを脱退。その後、7月に滝沢秀明氏が立ち上げたアーピストプロデュース会社戸辺での再始動が発表されました。平野は戸辺での活動を開始し、自身のインスタグラムアカウントもスタートさせました。8月2日、平野はタブレットで制作した人魚のイラストを3点投稿しました。 これには、ファンの間で、特別な意味を感じ取る人が現れました。これらのイラストは、平野と神宮寺優太そして、岸優太たの金プリ時代のメンバーカラーに対応するシンク、ダーコーイズブルー、紫の背景で描かれており、特に岸優太のメンバーカラーである紫のイラストが投稿されたことから、岸優太の飛べ合流が匂わせられているのではとの声が広まりました。一方で、 このイラスト投稿が本当に岸優ユタの合流を示唆しているのかについては、議論が分かれています。戸部は過去にも匂わせ、戦略を多用しており、このイラストもその一環なのかもしれません。滝沢秀明氏自身も、火山の写真を投稿する際に赤、水色、紫の色合いを強調し、戸部のメンバーに何かを暗示しているのではないかと考える向きもあります。 また、戸べの運営方針や滝沢氏自身の発言に対しては賛否両論が存在しています。滝沢氏は楽曲配信に関する予告を行い、家族の携帯で楽曲再生数を稼ぐ呼びかけをしたことも物議を醸しました。このような戸べの運営方針が一部のファンには不快感をもたらすこともあるようです。 一方で、平野仕様がこの、匂わせ、戦略をどのように活用していくのかは未知数です。ファンを引き込むための戦略として、匂わせ、が成功を収めたとべ。平野もその手法を取り入れ、ファンを魅了し続けることでしょう。騎士ユタのとべ入りが確定なのか、平野仕様のイラスト投稿に隠された真相。 そして戸べの匂わせ戦略がファンの魅了する背景を考察してみました。今後の平野や戸べの動向に注目です。